地方マンチェスターシティ3、崩壊する。なぜか中心選手が大勢退団してしまう。こんだけいなくなってもマドリー程度なら軽くボコせそう。そして獲得はコバチッチ以外全然進まない模様。戻ってくるのはアカデミーの若手くらい。ベルナルドはパリやろ。あんだけの成績出した下のチームで気分転換しないと。アーセナルリバプールとか頭いい補強しまくってるし連覇は厳しそう。鎌田が苦しいやろ。ウォーカーあかんくね。そもそも3バックがあかんし、ルベン、アケでほぼ完成してるし、ここにグバルディオルが入るかどうかだけやん。キュンドアンが抜けたとこもコバチッチが入るし、右のレグラーのベルナルドが抜けたとこくらいやろ、痛いのは。そこで板倉の登場ってわけよ。デブライネが健全な内は弱くなるイメージが湧かない。そら処分の先行きが不透明なクラブをわざわざ選ばないやろ。ベルナルドのマンチェスターが雨ばっかで嫌なのわかるけど、サウジはええんか。もしよければ、チャンネル登録お願いします。